こんにちは、江夏画廊の江夏です。暑い季節がやってきましたね。私みたいな暑がりな人間には本当にもうたまらない季節なんですけれども、そんな中皆さんいかがお過ごしでしょうか。こういう暑い時はですね、本当に一枚の絵に癒されて、心豊かなひとときを過ごしていただければと思います。それでは今日の一枚プログラムスタートしたいと思います。今日の一枚、副題でワンミニットアートというタイトルをつけたんですけれども、このプログラムの楽しみ方は、毎回こちらで1枚の絵画を選出させていただきます。そして、その作品を、約1分間、じっくりとご覧いただいて、その、作品からどういったことを感じたかとか、またはこんなことに気づいた、ということをですね、ご鑑賞いただいた皆様同士で、コメント欄に記入していただいて一緒に感覚共有をしていくプログラムとなっています。パズルで例えると、一つ一つのピースが、組み合わさっていって、大きな、全体像が浮かび上がってくるような、そんなイメージを持っていただけると良いかもしれません。コメントにはですね、正解とか不正解といったものはありませんので、ぜひお気軽にご参加いただけたらと思います。今日の1枚はですね、私がずっと画廊で10年くらい前から不定期なんですけれども、ずっと続けていたイベントです。で、まあ、ルールはもう本当シンプルなんです。この1枚の作品から、大体、まあ、1つでも構わないですし、ないしは2つ3つ、皆様がこう気づいたことであったり、感じたことであったり、そういったことをこうぜひですねアウトプットしていただいて、それをオンライン上でも、みんなでシェアしていこうという、もちろんですね、作家が何て言うんですかね、さまざまな思いを、込めて絵を描くっていうのは あるんですけれども、絵画というのはやっぱり一度作家の手元を離れると、皆様の、元で、見ていただくことになります。そうするとですね、絵というのはやっぱりその方と絵との、対話になりますので、なので一つ一ついろいろな感想が生まれてやっぱり当然のものなんですね。まあ、なので、ぜひ皆様も毎回こうご紹介させていただく一枚の絵を通じて、そういった、絵とのコミュニケーションを楽しんでいただけたらなと思っています。はい、皆さん作品ご覧いただいていかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただいたのはイギリスの画家マッケンジー・ソープの人気版画作品になります。こちら作品集の表紙にも選ばれた作品で、日本のために描かれた作品です。とても人気のため、もうすぐ完売予定となっていますので、気になる方はぜひテキスト欄の詳細もご覧ください。詳しくはですね、弊社のウェブサイトに最新情報を載せますので、そちらもチェックしていただければなと思います。メルマガも配信していますので、ぜひご登録いただけたら嬉しく思います。それでは、皆さん良い一日をお過ごしください。さよなら。